皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。今日嫁企画合同総公開、2023年と、トカチスピードウェイ、年に1回の行事であります。帯広にあります、トカチスピードウェイ、コースはジュニアコースと、1周 1.7 キロ1700メーターですね。で、僕去年のタイムが、1分7秒151というタイムなんですけど、今日の帯広、今日は9月18日敬老の日なんですが、なんと気温30度近いんですね。なもんですから、ちょっとね、なんて言ったらいいのかな、なんかワックス君熱だれ、なんかあんまりパワー出てないっていうか、ちょっとドノーマルですのでね。はい、まず、ピットアウト、今のピットアウトは、一時停止っていうのが義務化されてまして、また最終コーナーから車が来てる場合ですね、その最終コーナーから車の姿が見えたら、通過するまで待つと、そういった感じで、コースインする、そういったルールになっております。はい、まだアウトラップですので、まずちょっと1周目は、ものすごい G です、すごい G です。もうこのレカロのシートね、もうダメ。はい、速い車が来てますので、まず道を譲ると、シートじゃ僕の体支えてくれないです。うちはバケット入れないじゃん。バケット入れてもいいですけど、こう年に1回しか走んないもんですからね。もうこれサーキット専用車っていう風に改造作ってしまうんであれば、それは話は別ですよ。普通はね、普段通勤から、普通の夢か合同走行会のツーリングと、それがほとんど主流で、サーキットは年に1回ということですから、最高速は伸び悩みますね。使ってるんですね。左側のタイヤだけボロボロになっていってます。後でちょっとタイヤの状況も皆さんにお伝えしようかと思います。またブレーキローターね、ブレーキもどんだけ温度が上がるのかっていうのもちょっと皆さんに紹介したいと思うんですが、まずは僕の今日の目標の1分6秒台というタイム、これを今目指してるんですけど、どうもね、なんかこう、僕が下手れっちゅうのもあるんでしょうけど、ワックス君なんかね、今日気温が 高いのか、なんだかね、つけきれないっていうか、今メーター読みで今120キロまで行ったんですけど、
ューニングしてたり、するとね、やっぱり今のストレートなんかもおそらく130キロ近くまで出るんかなと思うんですけど、まあ僕のもうほとんどノーマルですから。で、僕ここのこれです、ここのコーナーが鬼門で、どうここ攻略しようかなって思いながら運転してるんですけど、また僕の HS ですから、車両の方もこの前紹介させてもらいました、もうむちゃくちゃフルチューンですね。で、今日も AGS の D モードだけで、もうコンピューターに全部お任せといったところで、で後ろからチューニングした、S6 君が来るので、またちょっと道を譲ると。
に一度のサーキットっていうことなんですけど、結構車では負担かかりますね。これが耐久で何時間もずっと延々と走るってなると、やっぱそれなりにちょっと車もね、やっぱりこうちょっと作っていかないとダメかなって思います。はい、RS っていう、まあ、ポテンザのタイヤなんですけど、ボロボロになるんですけど、周回重ねても安心感はある。ただ高いこれ今シーズン2セット目のタイヤなんですけど、2セット目というか今シーズンで、2セット、今年が新品に履き替えたタイヤなんですけど、もうこういうサーキット走行周回重ねるともうやっぱり 71RS くんボロボロになります。はい、ちょっとクーリングダウン、はい、ここからちょっとクールダウンしてピットに戻ります。はい、ウインカーを左に出して、これぐらいのねちょっとしたクーリングっていうのが、あのブレーキパッドの焼き付き防止になったり、するんですね。めっちゃ汗かきました。汗びっしょりです僕、はい、今年はエアコン入れてないです。じゃあちょっとどんなタイムになったのか見に行ってきますか。はい、ほぼ満タンに近かったガソリンですが、一応はい遅れてます、あっという間に。で今日の、帯広の外気温度、はい、30度なんです、9月の18日ですよ。9月、はい、帯広です。暑いなぁ。そんなことはない。はいって出てます。もう200度以上ですね。パッドが139度、タイヤ温度55度、路面温度38度。はい、ダメかな。あー残念、あと2秒縮めないといけない。2秒縮めるまで帰れない。最高速伸びない。なんかすごい残念です。はい、ということで嫁かぐ合同壮行会ということで、年に一度の十勝スピードウェイ2023年9月18日祝日敬老の日ですね。はい、なんとか、今のところ無事に走っております。それではまた。